リアルバクル城塞とヘブセル庭園の文化的景観は2015年の第39回世界遺産委員会で登録されたトルコの世界遺産の一つである古代ローマ時代に築かれ時代ごとに様々な修繕が行われてきたリアルバクルの城壁は万里の頂上に次いで世界第2位の長さと言われているこの城壁に囲まれたリアルバクル旧市街を培ってきたのが 都市とティグリス川をつなぐヘブセル庭園である。これらが一体となった文化的景観は、肥沃な三日月地帯に属する地域で、時代ごとに中心的な役割を果たしてきた城西都市の発展段階をよく伝えている。ディアルバクルはティグリス川上流域に位置し、肥沃な三日月地帯に含まれる。ディアルバクルという都市の名前は、二十世紀になって正式に制定されたものである。 それ以前は古代ローマ時代に阿弥陀、後のアラブ人たちからはアーミドと呼ばれていた。しかし、都市の歴史はそれよりも、はるかに古く、リアルバクル一帯では、茶輸入遺跡に代表される、新石器時代以来の定住の跡が見つかっている。城壁の発達は古代ローマ時代のことである。その時代に、地域の主要都市となったリアルバクルでは、 段階的に城壁が整備され、現存する城壁の下が形成された。イスラームの勢力圏に入っても、地域の首都としての重要性は揺らがず、ことに11世紀には城壁に様々な修復工事が行われた。この修復の時に多くの碑文が書かれた。城壁には時代ごとの変遷を伝える碑文が63件。 残されているが、東ローマ帝国時代に遡るものはわずかに6件。残りは、イスラーム勢力圏内に入った後のものである。オスマン帝国に支配された後も、地域の交易拠点としての重要性を保ち、各してリアルバクルには、ヘレニズム期から現代に至るまで、時代ごとに重要な都市であり続けた歴史が刻まれている。城壁と旧市街の地図。 右上隅の小さな区画が内城。旧市街を取り囲む城壁と、それに接するヘブセル庭園が主な登録対象である。なお、城壁に囲まれた旧市街には紀元前の神殿が転用されたと考えられているウルジャーミーなどの貴重な建造物群も残るが、旧市街はほぼ登録対象には含まれていない。ディアルバクルの城壁は内城と外城に区別することができ、 より古いのは内城の方である。内城はかつてアーミダ城とも呼ばれた。外城は4世紀におおむね現在の形になった。その長さは内城が600メートル、外城が5200メートルで、合計は5800メートルとなる。城壁は3メートルから5メートルの厚さで高さは8メートルから12メートル。主として地元の玄武岩が使われているが、 外城に備わっている82の塔をはじめとする設備群には石灰岩やレンガも使われている。四壁西部のアンゼレセンをはじめとする4つの泉が都市にとっての水源となってきた。その自然環境にはムギ類、豆類などの祖先種も生育している。また、ティグリス盆地は場所によって森林や湿原、牧草地など様々な植生が見出せる。 ヘブセル庭園とディジュレバシヘブセル庭園は、城壁南東に広がる庭園群で都市とティグリス川をつないでいる。ヘブセル庭園は都市ディアルバクルが成立した時から存在していたと言われる。都市への食料供給地として重要な役割を担っており、実際11世紀にディアルバクルがセルジューク朝の軍門に下った時は、ヘブセル庭園を破壊されて兵糧攻めにされたことも、 影響した。オスマン帝国時代には一面桑畑となり、養蚕業に活用された。養蚕業が衰えた現代では再び食料、供給地として、1960年代までは野菜、果物を供給しており、2010年代半ばでさえも、約400ヘクタールのうち、250ヘクタールほどは、そうしたものの栽培に使われている。 残りの部分はそれ以外の樹木だが、ヘブセル庭園は、動植物の点でも大事な場所で、189種の、鳥類のほか、動植物の固有種が見られる。ディジュレ橋は、ヘブセル庭園の南端でティグリス川に架かり、リアルバクルからは南に 3km に位置する。建設は1064年から1065年とされるが、より早い時期を想定する遺設もある。この橋の呼び方は、 ディズレ橋のほか、そのアーチの数から音量ずる橋の異名もある。この物件が世界遺産の暫定リストに登録されたのは2000年2月25日のことであり、2014年1月30日に正式推薦された。世界文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議は同年8月25日から28日の現地調査の結果も踏まえ、 すでに世界遺産に登録された城塞都市のポルトガル様式市街などや城壁と比較してもその顕著な普遍的価値を持つことは認めたが管理計画の不備などから情報紹介を勧告した。しかしそれを踏まえた2015年の第39回世界遺産委員会では顕著な普遍的価値自体が認められていることから登録を押す委員国がほとんどを占め トルコ当局からも管理面の改善が報告されたため、逆転での登録が認められた。トルコは同じ年にエフェソスの登録も果たしており、トルコの世界遺産は15件となった。城壁ヘブセル庭園この物件の正式名称は、英語、ディアーブクア・ォートレスヘベゼル、ガーデンズ・カルチュラル・ランドスケープ、フランス語、ペイスジ・クルトレル・デラ・フォートレスでディアーブクアイ・デジョドンで、 エル・ヘベゼルである。その日本語訳は、ヘベゼルの御社の仕方を中心に、以下のような揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。トルコ当局が、リアルバクル中心部の一部区画に外出禁止令を出しており、日本の外務省も2016年4月4日に、危険情報のレベルを、都公園機関国から、 渡航中止勧告に引き上げた。ありがとうございます。